1964年のロードレース世界選手権1964年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第16回大会である。2月にデートナインターナショナルスピードウェイで開催されたアメリカ GP で開幕し、鈴鹿で開催された最終戦日本 GP まで全12戦で争われた。 シーズン終盤に開催されていたアルゼンチン GP がカレンダーから外れ、代わりにアメリカ GP が開幕戦となって前年同様に全12戦で争われた。ただし、5クラスすべてのレースが行われたのは、マンシマ TT、ダッチ TT、ドイツ GP の3戦のみであり、この年は全12戦開催されたクラスはない。 また最終戦日本 GP の 50cc クラスは出場台数不足のため選手権ポイントの対象外となった。ホンダ RC165 に搭載された 250cc6 気筒エンジンこの年は 500cc350cc の大排気量クラスがシーズンを通して一方的な展開となったのに対し250 CC 以下の勝敗気量クラスではパワフルだが重い4、ストロークのホンダとヤマハスズキ MZ クライドラーといったにストローク勢との争いがシーズン終盤まで続けられた。軽快な2ストロークマシンに対抗するために、ホンダの多機投下戦略はますます拍車がかかり、シーズン終盤にはついに 250CC6 気投のマシンが投入されている。前年。 古いジレラのマシンで参戦したジェフ・デューク率いるスクーデリア・デュークは1年だけで活動を中止し 500cc クラスでマイク・ヘールッドの4気筒メガボルトアグスタに対するのは再び単気筒マシンばかりになった一方前年に数戦ながらグランプリに復帰して初勝利を含む活躍を見せたヤマハは前年の最終戦でヤマハに乗った フィルリードをエースに据えて 250CEC クラスにフル参戦し、ディフェンディングチャンピオンであるホンダのジムレッドマンとの熾烈なタイトル争いを繰り広げた。ジレラの4気筒が撤退したことで、ノートンとマチレスの単気筒だけが相手となったメガボルト、アグスタのマイク・ヘールウッドは開幕戦から5連勝を飾り、 シーズン中盤の第5戦ドイツ GP で早々に3年連続タイトルを決めた。ヘールウッドが出場しなかったアルスター GP ではシーズン途中でマチレスからノートンに乗り換えたフィルリードが 500cc クラスでの初勝利を記録した。またフィンランド GP ではやはりノートンに乗るプライベーターでシーズンランキング2位となったジャック・アーンもグランプリ初優勝をしている。 アーンはグランプリに参戦を開始して10年以上経ってからの初優勝だった。ホンダは全面デビューした RC172 を引き続きジムレッドマンに託し、レッドマンは8戦全勝という完全制覇で3年連続チャンピオンとなった。500cc チャンピオンのマイク・ヘールウッドをもってしても、ダッチ TT で2位に入るのがやっとだった。メガボルト・アグスタは翌年、 ついに新型の3気筒マシンをデビューさせることになる。開幕戦のアメリカ GP では、MZ のアランシェパードが勝ち、ロングラントとボブ・ゲーリングが、アメリカ人として、初めてグランプリの表彰台に上がった。本格的なシーズン開幕となった第2戦スペインでは、タルクイニオ・プロビーニが、ベネリに、グランプリ初勝利をもたらした。そして第3戦以降は、 ヤマハのフィルリードとホンダのジムレッドマンの激しい戦いが繰り広げられることになる。ヤマハ RD56 ホンダの4ストローク4気筒の RC164 とヤマハの2ストローク2気筒の RD56 は共に前年までのモデルをさらに熟成させたマシンだった。シーズン前半はホンダのレッドマンとヤマハのリードはほぼ互角だったが、 後半戦に入ると重たいホンダのマシンは、軽快さに信頼性を加えた、ヤマハのマシンに遅れを取り始め、リードは、第7戦のドイツ GP から連勝を飾って、第9戦アルスター GP で、ヤマハのマニュファクチャラーズタイトルが決定した。2ストロークに対抗するためにより高回転、高出力を目指したホンダは完成したばかりの並列、6気筒エンジンの RC165、 第10戦イタリアでデビューさせた。レッドマンはこのニューマシーンで序盤トップを走ってみせたがオーバーヒートによって次第に順位を落とし、レッドマンをかわしたリードが4連勝となるシーズン5勝目を挙げて、ライダーズタイトルを獲得した。最終戦の日本 GP ではリードのリタイアにも助けられて、レッドマンが6気筒に初勝利をもたらした。また、鈴木は、 前年の最終戦でデビューした水冷スクエア4を積む RZ64 を走らせたが、フランス GP での3位表彰台が一度だけで目立った、成績を残せずに終わった。ホンダに RC146 ディフェンディングチャンピオンの鈴木のヒューアンダーソンは、ホンダチームが欠場した、開幕戦に勝利して、最先の良いスタートを切った。 しかし全面の最終戦でデビューした4気筒の RC146 を、さらに改良下に RC146 を投入した。ホンダは、第2戦のスペイン GP で、ルイジ・タベリが勝利すると第4戦、マンシマ TT まで3連勝、続く第5戦、ダッチ TT からは、ジムレッドマンが2連勝と、一気に、シーズンの主導権を握った。アンダーソンは、 第7戦東ドイツ、第8戦アルスター GP と連勝して、巻き返しを図ったが、タベリが、フィンランド GP で4勝目を挙げて前年失った 125cc クラスのタイトルを取り戻した。前年の日本 GP250cc クラスのスタート、直後のアクシデントで大やけどを訴えるんすとデグナーは、第10戦のイタリア GP で、約1年ぶりに、サーキットに復帰し、 最終戦日本 GP では、鈴木の新型水冷マシンでこの年唯一の勝利を挙げた。前年は 50cc クラスへの前線参戦を見合わせたホンダだったが、この年は鈴木からタイトルを奪うべくフル参戦を再開した。しかし、前年の最終戦で、ホンダがデビューさせた4バルブに寄稿の RC113 は、調子を上げることができず、 シーズン前半は、空冷単気筒にストロークを熟成させた、鈴木の RM64 を狩るヒュー・アンダーソンが第温戦満島までに3勝を挙げて、選手権を大きくリードした。ホンダは、満島で大きく改良を加えた、RC114 を投入するとラルフ・ブライアンズが2位で、フィニッシュし、ブライアンズは続く、ダッチ TT から3連勝でタイトル争いを互角に持ち込んだ。 しかしタイトルがかかったフィンランド GP でブライアンズは天下系のトラブルでリタイアしこのレースで優勝したアンダーソンが自身にとっては2年連続の鈴木にとってはクラス創設から3年連続となるタイトルを獲得したフィンランドでタイトルを決めた鈴木チームが最終戦の日本 GP を欠場したため日本 GP はホンダの5台のみの出場となりこのレースは 選手権のポイント対象外となった。またこの年のスペイン GP では、後に軽量クラスで圧倒的な強さを誇って、スペインの国民的英雄となるワンヘル・ニエトがグランプリデビューを5位入賞で飾っている。日本 GP50cc クラスは出走台数不足ためレース不成立となった。500cc クラス 350cc クラス250。 cc クラス 125cc クラス 50cc クラス 500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラスありがとうございます。